さあ、ここで非常に重要な強調の形が出てきました。主語助動詞統治というわけですね。これは感情の高まりを示す、まあそうした形であるわけです。ここでは B 動詞も助動詞要素に含めます。 8. Am I glad to see you? 会えてよかったというわけですね。もちろん疑問文のような形をしてはいますが、最後はエクスクラメーションマークで終わってますね。びっくりマークで終わってるところから、これは疑問文ではないということがお分かりいただけるかと思います。普通は I am、 この am を、これ助動詞要素ですよね、それを文頭に出して am I としているというわけです。これはですね、非常に大きな感情の高まりを表すんですね。会えてよかったという感じです。決して Am I glad to see you? フラットでは読まれない文ですね。 Am I glad to see you? こうした感触です。もちろん大きな感情を表すときにはですね、 I'm very glad、 I'm really glad、 I'm so glad、 まあどんな言い方をしてもいいわけですが、でもここ一番非常に強い強調を与えようとすれば、Am I glad to see you? この主語助動詞統治の形が取られる。一つ覚えておきましょう。